23型フリゲートはイギリス海軍のフリゲートの艦級艦名がいずれも公爵家に由来することから同海軍ではデューク級フリゲートとも称される。1990年から2000年にかけて16隻が建造された。3隻がチリ海軍へ売却されたために退役し、13隻が運用されている。イギリス海軍では 1970年代より22型フリゲートの整備に着手した。同型は極めて優秀であったが、比較的高コストの艦であり、イギリス海軍が求める戦力を整備することは難しかった。このことから、1970年代初頭より比較的廉価なフリゲートやスループの研究が開始された。1972年に作成された試案では、 オリンパスガスタービンエンジン1機とベンチュラディーゼルエンジン2機を主機として装備はエリコン機銃1機とエグゾセ艦隊艦ミサイル4発リンクス昇海ヘリコプター1機を搭載するものの艦上での整備能力は備えないこととされていたこの試案は1975年の将来艦隊白書で否定されたものの廉価型戦闘艦という構想は生き残ったこの時点で この戦闘艦が採用された場合には23型と称されるであろうと予見されていたことから各社が輸出も視野に入れて設計を進めていた試案は24型ないし25型と称されることになった。1979年の海軍装備品展示会では国防省艦船総局が部内で設計した24型フリーゲートの模型を展示したほか ボスパーソーニクロフト社やビッカースと共同して作業を進めていた。ヤーロー社も24型フリーゲートの設計を公表した。この時期、ブラウン社も25型フリーゲートの設計を進めていた。来るべき23型フリーゲートは当初、栄光ソナーを展開できる最小限の艦とされており、ヘリコプター搭載補給艦の支援下での活動が想定されていた。設計にあたり、 DGS では、レーダー反射断面積の低減とモジュール化という二つの要素を重視していた。1981年の防衛見直しにおいて、23型は輸出を視野に入れた廉価型フリゲートとして定義され、汎用性の向上を施行して、軌道修正がなされた。1981年春には、爆量目標の概要が提示され、10月には正式な発表がなされた。 1982年6月には海軍幕僚要求が作成された。1982年中盤、ヤーロー社が設計契約を受注したが、同年のフォークランド紛争の戦訓を反映して、NSR が改定されたことから、さらに汎用性を向上させるなど、設計にも変更が加えられた。一番艦は1984年10月29日に発注された。 船系は平ら板型。船室は重いが安価な鋼が採用された。全長は最初期計画では100メートル。1981年の防衛見直しの時点では107メートルとされていた。その後、シーウルフコ艦防空ミサイルシステムとヘリコプター、格納庫の追加によって全長133メートルに延長された。これは、 デボンポート海軍基地のフリゲート増収施設で対応できる最大規模であった。またこの大型化はフォークランド紛争の戦訓を受けた高換性の向上策という側面もあり、当初設計では主戦隊は防火核壁2枚によって3つの水密区画に区分されていたのに対し防火核壁は4枚、区分数は5区画に強化された。現、ユラ装置として 一組のフィンスタビライザーを備えている。また、カナダ海軍のサンドーラン級駆逐艦に倣って、船首ローブにはタートルバックが設けられた。本型はステルス性への配慮が要求されている。レーダー反射断面積削減のため、外壁には7度の傾斜が付されたほか、電波吸収体塗料が塗布された。本型の大きな特徴が電気推進の導入である。 イギリス海軍では1966年に採択された機関系統化計画に基づき21型22型フリゲートおよび42型駆逐艦,艦ではロールスロイスタインおよびオリンパスによる科学方式を採用してきたこの構成は非常に成功した設計であったが洋兵上すべての速度域をカバーできないという問題が指摘されていた例えば 同校生の手記を導入した海上自衛隊の初雪型護衛艦では特に対戦戦において巡航用の隊員のままで快適すると敵艦や領艦に遅れを取る恐れがある一方高速用のオリンパスへの切り替えが早すぎると機関艦員に無駄働きを強いる上に燃料も無駄になることが指揮官の悩みの種とされていたこのことから本型では巡航時には ディーゼルエレクトリック方式を用い、高速発揮時にはさらに、ロールスロイススペーガスタービンエンジンを追加するコドラグ方式を採用した。このスペーエンジンは22型バッジ2のブレイブより導入されたもので、オリンパスよりも出力は低いが、燃費では優れていた。初期立て増館7隻では SM1A が搭載されていたが、後期建て増館では出力増強型の SM1。 シートされた。巡航用の電動機への給電は、パックスマン・バレンタ 12RPA-200CZ ディーゼルエンジンを原動機とする発電機4セットによって行われるが、これは管内サービスの電源としても用いられている。ただし推進用電源と完全に共通化する統合電気推進ではなく、945kW の変圧器2機を介した給電となっている。 このほか、パーキンス CV250GT かディーゼルエンジンによる非常発電機も搭載された。電気推進の導入によって、ディーゼルエンジンの配置の自由度が増したことから、ディーゼルエンジンは、防振指示したラフトマウントを介して、上甲板上に置かれることになった。これにより、船体構造を介した電波による水中放射殺音が大幅に削減できると期待された。 このような施策により、本型は世界で最も静粛な水上戦闘艦と評された。推進機は固定ピッチプロペラとされた。最大速力は28ノットとされているが、SMHC を搭載した高期立て造艦ではさらに1から2ノット高速だと言われており、例えば、ポートランドは造船所の海上港試みで30.8ノットを発揮した。 また電気推進では15ノットまで発揮できる。戦術情報処理装置としては当初22型バッチ2で採用されたキャックスシリーズに属するキャックス4を搭載する予定であった。しかしメーカーであるフェランティ社はこのような集中型システムの限界を指摘しており、この懸念通りキャックス4の開発は難航した。結果として最初の発石は 戦術情報処理装置なしで収益し、新鋭艦であるにもかかわらず、収益開始直後に発生した湾岸戦争にも参戦できなかった。最終的に分散システムである SSCS が開発されて DNA として後日装備された。また2009年より改良型の DNA への更新が開始された。レーダー未完走のケントとレーダー完走済みの アイアンデュークレーダーとしては、輸出用の AWS-9 を発展させた S バンドの3次元レーダーである996型レーダーが搭載されたが、目標精度不良や偽目標の問題が指摘されていた。その後、997型レーダーへの換装が開始された。2013年にはまず、アイアンデュークにおいて換装が行われたほか、 イギリス海軍に在籍する他の23型フリーゲートも、蓄次乾燥が進められている。上記の通り、本型の主センサーとされていたのが栄光ソナーであり、当初は 2031Z 型ソナーが搭載された。ただし、冷戦の終結に伴い、栄光ソナーが本領を発揮する、外洋域での対戦戦の比重が低下したことから、後期立て造艦6隻は、栄光ソナーなしで竣工した。 その後、低周波の単身技としての機能を備えた v d s t ス s として2087型ソナーが開発され、後日装備された。戦隊装備ソナーとしては、当初は2016型ソナーをもとに、信号処理部などを新型の2050型ソナーに変更した2016、HL 型ソナーが搭載されており、後に2050型ソナーに更新された。なお本型では、 イギリス海軍として初めてバウドームの形式を採用した。電子戦支援用の電波探知装置としては、当初はラカル社のカトラスを元にしたワフが搭載されていたが、性能的に不十分であり、後に同社のセプターを元にしたワットに換装された。当初構想の多す栄光感から実用に適した。 汎用フリゲートへの発展を遂げる過程で、フォークランド紛争の戦訓も反映し、1983年の設計改正によって、股間防空ミサイルシステムの搭載が決定された。その機種としては、22型と同じく、シーウルフが採用されたが、本型では、発展型の GWS-26 とされた。当初、合意版は一機のみの計画であったが、 あとに2機に増備された。GWS-26 は、イギリス海軍で初めて垂直発射方式を採用しており、22型と比して搭載弾数はほぼ半減した一方、速応性は向上した。また従来の6連装発射機と比して、弾数の割に専有艦艦面積が少なかった。これによって捻出された余地を利用して、ハープーム艦隊艦ミサイルも搭載された。 なお、シーウルフについては、2008年から2014年にかけて、後位板の改良や、広角追尾装置の追加、ソフトウェアの改良など、低空溶撃性能の向上を主眼とした改修が行われたほか、新型のマーク4スウェル新刊も導入された。また新開発のシーセプターへの更新も計画されている。1983年の設計改正により、55、 合計 114mm 炭素砲も追加された。他の設計がある程度固まった後で追加されたために、砲は本来あるべき位置よりも肝臭側に配されており、環境から肝臭への視界を妨げるとともに、重心が肝臭側にずれたために必要以上に肝臭が波を受けることになっている。放射撃式装置としては、光学式のグッサ8グプードが用いられる。また、 対水上捜索用の1007型レーダーも、高精度を生かして砲射撃式に用いられることがある。このほか、近接目標と交戦するために 30mm 機銃を2機備えており、当初はエリコン75ミリ 30mm 機銃を用いた DS30 バイトを搭載していたが、後に自動化を進めるとともに機銃をブッシュマスター2チェーンガンに変更した。 DS30M に換装した。対戦火力の主体を紹介ヘリコプターに置くという点では21型、22型と同様であるが、これらの間では比較的小型のマッチ用ヘリコプターであるリンクスが想定されていたのに対し、本型ではより大型のヘリコプターの運用を織り込んだ設計が行われている。当初は、 アグスタウェストランドマーリンのみが想定されていたが、後にウェストランドシーキングにも対応できるように、設計が変更された。艦固有の対戦兵器としては、スティングレー単魚雷用の DMTS-90 連装単魚雷発射管が搭載されている。この他、魚雷対策として2070型対、魚雷デコイ装置も搭載されていたが、こちらは、 新開発の2170型 SSDD に換装されている。電子攻撃用としては、当初は675型電波妨害装置が搭載されていたが、性能的に不十分であり、2000年までに撤去された。c n a t DLH の6連装デコイ発射機は4機が搭載されている。またこの他、高波妨害用の指向性エネルギー兵器として DEC も搭載されている。 一番艦の発注は1984年10月29日に行われ、これは1990年6月に、回 -230、ノーフォークとして収益した。その後、2002年までに16隻が収益したが、これは同一の設計に基づくものとしては、異例の建造数である。性能面では、22型の最終発達型である、バッチ3の方が優れていたが、 コストパフォーマンスに優れた本型の建造が優先されたとされている。ありがとうございます。